はい、ご覧の皆様こんにちは。ホステルと申します。本日のご視聴誠にありがとうございます。プレイステーション4のバイオハザードヴィレッジの難易度ヴィレッジオブシャドウズの実況プレイですね。本日もよろしくお願いしますね。前回ドダベネディエント邸をクリアして、で、2つ目のフラスクを入手して、続いていくのはモローのいる人造庫だね。ではやっていきましょう。で、次の周回プレイでは1周目で、まあ、周回プレイじゃないな。次のプレイでは1周目データを使ってビレッジオブシャドウズにチャレンジしていこうかなっていう感じなので、それを踏まえた上でいろいろ確認しながらね、敵の配置だったりとか、あとは敵の体力とかスピードだったりとか、そのあたりを確認しながらのプレイになっていっておりますので、サクサクいくような感じではないですね。あくまでもビレッジオブシャドウズを初めてプレイする上でのいろいろ確認も込めてのプレイとなっております。ベネビエント邸に関してはハードコア以下と変わらなかったね。唯一の癒しといったところか。まあ、次の人造庫もそれに近い側面はあるんだろうけれども、モローから逃げながら立ち回っていくっていうのがメインだからね。言うまでもなくだけど、問題となってくるのはモロー戦だよね。最終局面のあの戦闘の難易度かなり高くなってそうな感じがする。いまだにこのゲームさ、ボスの有効な攻略法が確立できてない、俺の中で。特にモローに関してはちょっとよく分かってない部分が多いんだよね、個人的に。突進攻撃してきたりとか、3飛ばしてきたりとかするけど、避け方がいまいちちょっとよく分かんないんだよな、彼に関しては。で、敵が出てくる。で、どんどん出てくる。ダメだ、決勝にならねえわ。刺激もらった時点で現状になるからな、この難易度。逃げながら立ち回るしかない。後ろからも出てくるんだ。はっ、何だいいんだこれ。めっちゃ外してる。ないえ、一発撃っても沈めることできないんだけど、二発でも起き上がってくるやついない。やべえなこれ。あ、そっか、アサルトライフル買ってハンドガン売っちゃったんだった。ハンドガン使おう。弾ねえし。金はたくさんくれる。そうだな、全部地面から出現させて、今みたいにおびき寄せてパイプ爆弾一発当てるっていう立ち回りでやろうかな。周回プレイ時はまだ出てくるかな。金属球とかのギミックもしっかり解いておいてね、金が欲しいから。これ地面からもう一回出てくるよね。出てくる、出てくる前にもう倒しちゃった方がいいかな。これ落とす金は非常に魅力的なんだよね。ショットガンの弾なくなっちゃったんだけど、これ確かキーピックがある。他に何かあったっけ、ここって木箱はあるけど。あ、家の中に入ったら追加配置で出てくるわけじゃないんだ。さっきの集団のやつら、どこか多分この辺りぐらいまで来たら、その辺りの地面から這い出てくるフラグが立つんだね。それか戻って出てきたよね、さっきは。単純にここに戻ってもこの辺から出てくるんだ。これ初めて知ったわ。別に出現判定は家の中で判定を踏む
っていうだけじゃなかったんだね。外からでも出現するんだね。だとすると1箇所でおびき寄せようと思ったらパイプ爆弾で勝利するために1回戻った方が得策だっていうことだね。じゃあなるべく爆発系の武器は使うときは1体でも多くの敵を巻き込みたいからね。で、取れるものは取っておこう。時間のかからない範囲で取れるものは取っておこう。こことかもタイプライターがあるから本来敵はいないはず。あとは金属球とかもあるしね。で、次に戻るときの地面から出てくるゾンビとも、いや結局あの地面から出てきているやつらとさ名称分からなかったんだけど、もうゾンビでいいわ俺の中で。ゾビドレスク城に出てくるやつってモロアイカでしょ。で、もう弓矢持ってるやついる、シレット行って。で、ハイゼンベルク城に出てくるやつってハウラーでしょ。地面から出てくるやつの名称が分からなかった。あそこに弓矢2体いるの厄介だな。わかった。これ本番は注意する。ここはもともと駆け抜け予定なんで、難易度ビレッジオブシャドウズでも駆け抜けてダメージ受けたいかどうかっていうのを試してみたかったんで、ダメージは受けたかったね。問題はあと弓矢のやつだね。おやおや、これをご存知ですか。早めにスナイパーライフル最大強化しておいた方がいいかもしんねえな。最大強化ですらも一撃で葬れないから、すぐに、あの指持ってるライカンかなり厄介だよね。ああ、アンジージョ、なんと変わって素晴らしい。次が良い取引でした。あいつだ、バルゴラック、あの家の中に入れないケタモノ、あいつが出てくるところだ。あいつはもう本当に一周目データだったら戦うことができないんで、なんとか逃げ切ることを想定し始まりでいこう。そこで問題となってくるのはバルゴラックに比べてどれだけクリーチャーが追加で配置されているかというところ。一応グレ上に入れとこう。ちょっと弾もねえからな、どうしよう。まあ、別にクラフトすればいいだけの話なんだけど、その辺は1回でも発見されたら終わりだと思った方がいいかもしれないな。で、周回プレイではグレは当然手に入れないといけないから、このルートでとっとと鉄格子の鍵を開けるでしょ。グレネードを入手するところまでは楽々いけそうだ。問題はここから先、モローのいる人倉庫へ向かうルートをどういう風に突破していくか。バルコラックの他にもあれ、ライカンとかも追加配置されてるかもしれないから、そのあたりもしっかりと確認しながら行きたいところ。走ったら多分発見されやすいよな。足音とか注意しながら家から家へ。あ、2体以上いねえかこれ、ワルコラック。なんか左右に1体ずついるような気がするんだけど。なんか血も涙もない地獄絵図が展開されそうな気がしてきた。あそこに1体いる。徘徊ルート覚えないと。やっぱり2体いるな。あそこに1体、家の前。はっ、発見された時はこの敵声でわかるからね。2体いた。
とする。一気に1体ずつ順番に来る。2体同時に来たらさ、ここの入り口もぶち壊れて、E さん絶対説明っていうことになったと思うけどね。1体ずつ礼儀正しく来てくれたわ。発見された時の威嚇する声で、だいたいわかるから、この辺り見つかったかどうか。いやだけど見つからずに行くのはちょっと困難かもしれないね。ボローのところにダッシュするに従って、ダッシュしながら、一応お守り代わりにこう閃光弾構えておいて、それで見つかったら、目くらばしして、それで一気に駆け抜けるっていうやり方で、行くのが安定手段ではある。ただこの時点で閃光弾って持ってんのか。持ってねえわな、持ってねえわな、それできねえわ。どうすればいいだろう、一周目データでやるときは。もうとりあえずだけど行くしかねえ。データちょとこ勝負で。よし、来た来た来た、普通に来れた。たまったら絶対ねえかんな。うまく敵の配置を見ながら、まあこの辺りだけど発見されたら終わりだと思っておかないといけないね。まあ、もしかしたらかなり駆け抜けやすそうなルートとかも存在するのかもしれないけど、そのあたりはどうなのか。家の裏とかこそこそ回りながら行けば案外ローリスクで行ける可能性はあるけどね。家の中に通常ライカンとかもいたりとかするし、まあ、次のプレイでも同じような感じで行くのがベストかな。グレネードランチャーだけ入手して戻ってきた時には次にハイゼンベルクの看板が出てて敵全部消滅してるから、アイテムの回収とかはその時にやればいいと思うし、とりあえず敵が消滅しちゃうタイミングっていうのは重要になってくるよね。敵と戦っているお金とかよりも使う弾薬の方がネックになってくるから、この難易度。つうか俺さ、ショットガンの弾もさ、アサルトライフルの弾もなくね？次の難所はあれだよね、ボートの鍵を手に入れるところだよね。あそこが敵どういう風に配置されているか。まあ、基本的にはボードなどに鍵をパクってそのまま一気に引き返せば襲われることなく突破できるんだけど、ハードコア以下ならね。でプラスこの移動速度ならね。ただ1周目のデータでもワンチャンもしかしたらこの時点で移動速度強化できてるかもしれないよね。裏のいる移動速度を強化するために使うレア食材の青い鳥、この時点ではもう入手できてるはずだから、だからこの時点で移動速度は強化できていてもおかしくはないと。実際試し見てないから知んねえけど。レア食材以外にも使う食材が結構多いからね。さあ問題はここ。あ、あ、大丈夫だ、発見されてない。ちょっと待って、落ち着け落ち着け。敵のいる数は変わらず左右に1体ずついるでしょ。ボートの鍵パクってそのまま出れるかな。裏から家に入れたっけ。
じに行ってみるか。裏から扉閉めて、ペコ。はい、邪魔。うわー、ぶでいや、はしご登れるかな、これ。あっぶで来るか、こっちまで。多分来ねえな。はしご降りてまでは来ない。だけどいるよね。あれ、ライカンの持ってる松明だよね、多分。はしご登った時点までで、消滅しているようだったらアイテム取りに行ってもいいんだよ。ちょっと確認しよう。あ、いるわ。どこの敵がイベントを進めた後に消滅して、どこが消滅しないのかっていうのも覚えないといけない。あそこはアイテムを回収するよりかはできるだけダメージを抑えることを優先して立ち回った方がいいという結論を出した。ここも同じ。ここももうアイテム諦めて一目散にボートを動かした方がいいわ。ここは後で消滅するのはもう確定だから。問題はボートの鍵をねじ込んでる間に攻撃してくるかどうかっていう話だよね。一旦ボートに乗ってさえしまえば襲いかかってこないのかな。で、ここから先は多分同じでしょう。モーモが出てきて、で、初見プレイの時に行かなかったところがあって、ここの地図の、地図にはまだ表示されてないんだけど、ここの右に折れたところ、俺ここ初見プレイの時行かなかったんだけど、この先に行くとアイテムがあって、で魚がいるんだよね。魚はわかるんだけど、ここのアイテムのさ、あったあったあった、今何気に見たらあったわ、宝石が。俺ね、ずっとここのマップが未習得アイテムありの赤になってるのが、ここまで5周やってて分かんなくて、今不意に振り向いたら普通に発見できたわ。ここのアイテムどこにあるんだろうとかですって思ってたわ。ゴローの動きも速くなってるかもしれないから、ここは足早に行きたい。あ、どうしよう、この先橋渡しのギミック作動させたりとかもしないといけないから、ライフルの弾作っとこう。ライフルってどれ、これか。一応こいつで、なんなの、どうすれば。で、まあ一応前回チラッと言ったレコード達成のお金関係、54321円にしたときにもらえるレコードとか、あとラッキーセブンでお金を揃えたときにもらえるレコードとかがあるんだけど、今下一桁1位になってるよね。これはアサルトライフルの弾を売ることによって行きました。水中に出口っていう話。たださ、このレコードさ、54321にしても777777、あとは777777、ちょっとまた響いけど、まあ77777ってことだ。もう不満で妥当な買取価格です。だからね、あんまり金が多くなりすぎたら逆に達成するのが難しくなるっていうレコードなんだよね。悪魔のレコードだわ。むしろそれはもうさ、取らずに行ってもいいかもしれない。ぶっちゃけた話、やり込み要素で、やり込み系のレコードでもなんでもないしね。素晴らしい、良い取引でした。そしたらどうしよっかな。電力供給させるところまでやろっか。ちょっと長くなるかもしれないけど、
あんまりお金関係のレコードは頑張って達成しようとは思えないことだったわ、これ。ただそうなってくると買い物で全ての要素が解禁できるかどうかっていうのが心配になってくるんだよね。バイオハザード RE3 の時は全てのレコードを達成しないと物全部買えなかったじゃん。本作ももしかしたらそうなんだとしたらちょっと嫌だなっていう感じだからね。バイオ RE3 の時はロケットランチャーとか強力な武器優先的に解禁しないとプレイヤースキルによっては高難易度がクリアできなくなっちゃうっていうような事態も発生した。最高難易度クリアするとき、クリアしたら手に入るレコードとかもあって、それを使わないと全部の隠し用とコンプリートすることができなかったんです。だから最高難易度をクリアするために使わないといけないお金を別のところで使っちゃうと、プレイヤースキルによっては最高難易度がクリアできなくなっちゃうっていうことが発生した。一応今作もそれを想定してステークとか、あと WCX とかグレネドランチャーとか高難易度プレイするにあたって有効な武器は早めに俺無限化してるから。無限化にかかるお金は高いし、無限化する前にその武器を最大強化までしないといけない、しないと無限化が解禁されないから、かなりの手間なんだけど、だけどぶっちゃけステークはちゃんと無限化しとかないとこの難易度ガチでお守り代わりになるからね。ここ一気に操作しないといけないのかな。白いところだけは結構長続きしてくれるんで。ああ次か、正面から来る。ここ正面から来るからちょっと上がります。俺が一番だろ。早い早い早い、食われるか。あっぶね。ここと樽諦めればいけるんだよ。まあ当然次のプレイだったら諦めないけど、無料で手に入るような樽とかは必ず壊して弾薬なり金なり手に入れてください。あ、しまった。ちょっとやり残し。わあ、オートセーブもう入っちゃってるか、これ。あのね、木彫りのヤギの人形どっかにあるんだよね、この周辺の。一応取るに、木彫りのヤギ取るにあたって自分の力だけじゃどうにもなんねえから攻略サイト見てるんだけど、ここの橋渡しのところからどっか狙うことによって手に入るのがあったんだ。あれか、ちげえな。いや、もう降りることできねえし、どうしよう。そしたらちょっと一旦終了させてもらう。申し訳ない、中途半端だけど今日はここまでにして、先ほどデュークのところでセーブしたデータでちょっと回収してくるわ。はい、ではご視聴ありがとうございました。